皆さんこんにちは。本日はですね、松戸市施設校80周年記念イベントということで、松戸市と松戸市教育委員会からも共催をいただいて、講演をいただいて、本日開催することができました。福田村事件に学ぶ初めて知る100年前の真実ということで、お越しくださいましてありがとうございます。で本日司会を進行を務めさせていただきます、福田村事件に学ぶ講演会実行委員会で松戸市議会議員の、レッド申します。よろしくお願いいたします。それでは最初にですね、司会ミールさんもこちら、この後挨拶してもらうことですが、同じく実行委員会で松戸市議会議員のミール和江さんです。よろしくお願いします。それでは最初にですね、ミール和江さんにですね、開会の言葉、ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました福田村事件に学ぶ講演会実行委員会の委員を務めています、そして松戸市議会議員のミール和江と申します。私からはですね、この会の、成り立ちというかきっかけなどをちょっとお話したいと思います。今日はですね、こんなにたくさんの、もう会場に入らないぐらいのたくさんの皆さんにお越しいただきまして本当にありがとうございます。それからまず初めにですね、ちょっとお断りしたいのが、この講演の案内で広報松戸に辻野弥生さんについて映画福田村事件の原作者と誤って載せてしまいましたことをお詫びして訂正いたします。正しくは関東大震災知らずたる悲劇福田村事件の著者となります。申し訳ありませんでした。次、そしてですね、先ほどデリーさんの方からもご案内ありましたけれども、松戸市と松戸市教育委員会の講演、そして松戸市政80周年記念事業としてのご協力もいただきました。松戸市並びに松戸市教育委員会にもこの場を借りて心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。さてこの会のきっかけと目的なんですけれども、まずこのきっかけはですね、今年の9月の実行委員でもあります工藤市議の一般質問でした。質問の中で、今年が関東大震災から100年にあたり、震災時国がデマを流し朝鮮人、中国人、社会運動家などの虐殺事件が起こったこと、そして松戸でも虐殺事件があったことについて市長の見解を正す質問でした。その際の市とのやり取りは後ほど報告がありますので省略しますが、松戸市でも朝鮮人虐殺事件があったことは恥ずかしながら私は知りませんでした。また福田村事件の映画も上映されており、質問の後映画も見て大きな衝撃を受けました。改めて民族差別や国が大きく関わって朝鮮人などの虐殺事件が引き起こされたこと、また朝鮮中国などへの侵略の歴史があって民族差別の思想が醸成されていった背景などを知り、この問題を多くの皆さんと市民の皆さんと考え、我がこととして考えることが必要ではないかと思いました。そして市議の皆さんと、そして市民の皆さんと一緒に実行委員会を立ち上げ、この講演会の実現にこぎつけることができました。ご協力いただきました市民市議の皆さん、そして今日ご講演いただきます辻野弥生さん、さらに千葉県の朝鮮人虐殺の調査を続ける平方千恵子さんには大きなご協力をいただきました。この場をお借りして心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。現在でも民族差別やヘイトスピーチなどが SNS 上でもあふれています。そして歴代政権は過去の加害の歴史についてなかったことにしようとしたり、あるいは高校無償化から朝鮮高校を除外し地方自治体の補助金を打ち切るなどの差別を行うことがあります。100年前の事件は終わっておらず、決して過去のことではありません。国は記録そのものがないと言ってその責任を認めようとはしません。世界を見れば今も続いているガザでのイスラエルによる虐殺は民族差別そのものではないでしょうか。松戸の事件については被害のあった場所や人数は分かっていますが、被害者の名前も分からず慰霊碑などもありません。千葉県内では船橋市の馬込霊園や
八千代市の高津山観音寺などで毎年慰霊祭が行われ、習志野市でも今年初めて追悼の行事が行われました。松戸の事件についても分かっていることは少なく、まず調査からになると思いますが、調査追悼も今後できたらと思っています。朝鮮人というだけで殺された人々の悔しさ、恐怖、絶望はいかばかりだったでしょうか。私たちはまず犠牲者の気持ちに思いを寄せる必要があります。最後に、言われなく殺された朝鮮人、中国人、社会主義者、誤って殺された日本人など犠牲者の皆様、ご遺族の皆様への心からの追悼の意を表するとともに、本日の講演がこのような事件を二度と繰り返さない社会を築いていくための契機となることを願って、私のご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ここでちょっと次第に訂正がありましてですね、皆さんお配りしている次第、にですね、この後、辻野さんから、講演をしていただくんですが、その後休憩で質問用紙回収となっておると思うんですけども、これが、3の後ですね、近隣市の、市議の方々にいろいろ状況の報告をいただいたその後に休憩を取って、その休憩の時にですね、質問用紙を回収という形にさせていただきます。なのでこの2の講演の後の質疑の質問者への質問への回答というのが、ずれてですね、2と3の講演を終えてから、その後にですね、そうですね、休憩の後に、質問の、質疑応答をさせていただきます。そしてですね、ここで松戸市長、本郷屋市長からですね、メッセージをいただけるということなので、実行委員会の、同じ実行委員会の戸張智子議員に、代読していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。代読させていただきます。福田村事件に学ぶ講演会実行委員会御中、人権は私たちがお互いに支え合い生きていく上で最も大切にすべきものです。歴史における教訓を生かし、今後とも一人一人の人権を尊重する社会の構築を目指し、人権啓発に努めてまいります。本日の講演が皆様にとって有意義なものになりますよう記念申し上げます。12月22日、松戸市長、本郷屋賢治、確かに読ませていただきました。ありがとうございました。それではですね、早速、辻野さんの、講演に移りたいと思います。福田村事件に学ぶ、初めて知る100年前の史実、福田さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日こんなに大勢の方がいらっしゃると思いなので、こんなに大勢の方から一斉に見つめられるとなんか頭クラクラしてちゃんと喋れるかしらと心配になってきました。もう年を取りますとね、ああ言えばよかった、こう言えばよかったということがいっぱいありますので、だいたい言いたいことをメモしてまいりました。さっき議員の方が私も言いたかったことを全部言ってくださったので、素晴らしい挨拶でしたけど、私もその言いたかったことがありました。で、読ませて、国会議員の人がよく読みながら言いますよね。あの時に読んでる読んでると思ってちょっと笑いながら聞いてたんですけど、私も読みます。でもあの方たちは自分で書いてない原稿ですから、頭のいい官僚の書いた文章をよく読む。でもこれは自分で書いてますので、これを読ませていただきます。私はですね、今日は松戸の市議会議員と、それから流山の市議会議員でいらっしゃる
安倍さんと工藤さんですかね、お声をかけていただいてこういう会になりました。ありがとうございます。私は福田村事件をずっと追い続けてきたわけですけれども、松戸でも9月3日にまばしい寄付金で6名まばしい、まばし村新作地にあってちょっとね、そこで1名の朝鮮人が殺されています。で、私はもう新聞記事から拾っただけですが、裁判の様子も出ています。だから私は流山の事件はちゃんと調査して証言者もいましたので記録することができたんですけれども、松戸の事件もね、どなたかがちゃんとね調べて書いてくださるといいなと思うんですけど、そして流山ではですね、一人やっぱり朝鮮人が殺されていますけれど、今年小宮さんっていうね、とても奇特な方がお一人で慰霊碑を建てられました。それで来年は私と小宮さんで慰霊祭をぜひやりたいなと思っております。ですね、それからまずちょっと皆さんにねいいお知らせを一ついたします。映画福田村事件がゴールデングロス賞っていうのをまず受賞したんですね。これはですね、全国200のミニシアターでロングランを続けてもう19万人の人がね見てくださったそうで、その功績が称えられて映画館が選ぶ賞らしいんですね。でも 私はもういい言葉を聞いたことがあります。ミニシアターこそが民主主義の砦だって言うんですよね。ミニシアターでやってる映画っていうのは大きな映画館ではかからなくてもとてもいい映画をいっぱいやっております。だから福田村事件がねミニシアターをとても力づけたっていうことで、皆さんもこれからミニシアターにねどんどん足を運んでいただきたいと、ミニシアターは苦しいながらやってますのでね、よろしくお願いいたします。で、それからですね、つい昨日おとといかな、毎日映画コンクール毎日新聞に載ってましたけれど、日本映画大賞助演男優賞、これ瑛太さんですね、脚本賞新井春彦、井上純一、佐伯俊道の脚本賞がノミネートされております。正式発表は多分1月と思いますけど、その後やっぱりこの映画ものすごく注目されてますので、いろんな賞につながるのではないかと期待しております。いろいろね見る人によって賛否はあると思いますけれども、その都合の悪い歴史に踏み込んだっていうことではすごい宣伝をつけたと私は思います。さて今日はですね、松戸の事件は私は調べておりませんので、主に福田村事件についてお話しいたします。私が初めて福田村事件を知ったのは、声が悪くてすみません、1999年、今から24年前ですね、私は所属しております流山市の文化団体で博物館友の会っていうところからですね、こういう一冊研究誌を毎年出しております。で、その24年前にその流山で起こった事件を
書を書いておかなければ証言者がねいなくなるということで書いておきましょうということになったんですね。でその、この重苦しいテーマをね誰が書くかっていうことでちょっと議論になったんですけど、あの編集長がこういう事件は女性が取材した方が、やりやすいのではないかとこう水を向けられましてね、で私も、やってみようかなって思わせる、ことが2つほどありました、そのやってみようかって背中を押してくれたのが、在日三世のミルジちゃんとの出会いでございました。彼はその頃流行ってました、路上ミルジちゃんということで、沖縄から北海道までねギターをかきながらしながら反差別、反戦平和を訴えながら路上で歌ってたんですね。でそのすごくピュアな歌声に私は感動いたしましてね、彼を大勢の方に聴いてほしいと思って流山に3回ほど招いてコンサートを開きました。で彼はですねその自分で作った歌の中にそのどんなに日本人からずっといじめに遭ってきたかを歌の中にも切々と歌うんですよね。朝鮮人は臭い、朝鮮人は汚いっていうその歌にもうしつこくくらい込めて歌って、その私たちは日本人としてね申し訳ないっていう気持ちとこうなんて言うんでしょうかね、憐憫の気持ちっていうんでしょうかね、そのままないまぜになって会場がですね異様な雰囲気に包まれていました。ところがですねコンサート終わってある女性がそんなに日本の悪口言うならさっさと韓国に帰ればいいじゃないって言ったんですね。で私はああこんな気持ちで聞いてる人がいたのかと思ってすごくショックを受けました。出て考えて結論がこれは歴史を知らない人の言葉だなと思ったわけですね。それからあと一回経験したことが波乱万象の人生をね生きた、もう起き上がりこぼしのようにたくましく生きた明治生まれの女性の一代記を私は書いたことがあります。その人のこう書くために明治生まれですから明治大正昭和平成まで生きた人なのでその人のことを書くためには歴史を勉強しなきゃと思って資料をたくさん漁ったんですね。その中にね朝鮮人虐殺っていう資料がありましてね知らなかったのでねもうびっくりしたんですね。でこういうのはねやっぱり学校でも習ったこともなかったし自分が知らなかったということにすごい衝撃を受けたわけですね。だから女性人虐殺のその流山のことを書こうっていう時にこれはいい勉強のチャンスになるなと思ってその重たいテーマに挑むことになりました。そしていよいよ流山市の朝鮮人虐殺の取材を始めました。でその始めた頃ですね野田のある方が
いきなりうちに訪ねてきて、その野田の地元の人間にはとても書けないので、あなたが書いてくれませんかと言って資料を渡されたのがこの福田村事件だったんですね。で、まあこんな事件があったのかと思ってもびっくりしましてね。いや、どういうふうにこれを調べて書こうかしらと思って、まず野田の図書館とかにね帰ったんですけれども、もう事件もどの本を開いても事件に関することは一文字も書いてなかったんですね。それで そしてまあ、あの人なら答えてくれるはずよって言って何人かの方を紹介されたり、ジャーナリストの方が親切に紹介してくださった方もいましたけれども、もう電話するとね、もう電話口で怒鳴られて、それから紹介された方も、いや、じゃあ会いましょうかねって言っておきながら、もうはぐらかされたりして、結局ね、誰の証言も得られなかったんですね。ただ一つ決断して訪ねたのが、あれですね、事件現場のすぐそばの円福寺っていうお寺がありましてね、そこに思い切って訪ねました。そしたらその、住職さんもですね、すごくね、険しい顔でね、すぐドアを閉められたんですけど、そこで私が粘りましてね、決してね、ご迷惑になるような書き方はいたしませんのでって言って粘ったら、あなたはもう相当お調べになってますねって言って、観念したようにね、中に入れてくださって、で、実はこういうこれを見せてくださってね、こう永代日配月配権行恵光霊名簿っていうんですけどね、これにね、犠牲者の戒名とかを全部書いてあって、で、殺された妊婦がいましたよね、胎児の戒名まで書いて、朝晩ね供養してますよって言われたんですよね。その供養につながったのは、今日運営になってる枚方千恵子さんが、もともと枚方千恵子さんのところからこの福田村事件がだん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 あらわになってきたんですね。枚方千恵子さんから香川県の石井陽大先生に、香川その種川で殺された人はどうも香川県の人らしいので調べてくれませんかって言われて、香川県の石井陽大先生がずっとそれから福田村事件について調べられて、そして石井陽大さんがその円福寺に行って供養をお願いして、こういうふうに実現したそうです。そしてその地元の証言がほとんど得られないので、私はもうあとはしょうがないから、千葉県立中央図書館に通って
震災当時のね、新聞記事を拾うことにしました。そして9月1日からその全部マイクロフィルムになってましてね、手元のレバーをこう回しながらの震災の記事が出たところで止めて、そこでコピーができるようになっておりましてね。でそれをたくさん震災関係のコピーを拾い出して、それで書きました。そして、研究誌にですね、関東大震災知られざる悲劇っていうタイトル、これはね石井陽大先生が一度発表されたタイトルをお許しを得て同じタイトルにして発表させていただいたものです。そしてこれを書いた後ですね、福沢村事件を一冊の本にしないかっていう、あちこちから声が、香川県とかね、こっちの方でも声が上がりまして、そして2013年にこの初版の福沢村事件関東大震災する悲劇っていうのを流山のね、小さな私の愛する出版社論書房からこれを出しました。そしてこれを出した時にすごくね大手の新聞社がもう大きく報じてくれましてね。でこの時からね、やっぱり福沢村事件っていう一冊の本にした本がなかったものだから、そしてこの時に盛大なパーティーを開いていただいて、松戸、我孫子、野田、流山、柏、いろんな方がねお見えになってて、やっぱりこの時からね、福田村事件といえば辻野弥生さんってことがなんかイメージされてしまって、で今回これも出したものですから、あちこちでね、映画福田村事件の原作者って皆さんが書いてしまうんですよね。確かにね、私は映画に随分協力しましたし、この本も提供しましたし、が3人のね脚本家に書いた井上さんと新井さんと佐伯さんをね事件現場に案内したり、それからシナハンといって香川にね取材に行かれる時も橋渡しをしてあげました。だから企画協力者っていう立場になっておりますので、検察者っては書かないでほしいんですね。映画はもうほぼフィクションみたいになってますのでね、そういうことでございます。そしてこれを出して、これが、4年前にこの出版社がちょっと営業不振になって潰れましたのでね。そしてそしたらその潰れたのをね、新聞記事でその知った片岡力っていう編集者がですね、この本を絶版にしてはいけませんって、歴史の大事なあれですのでっていうことで、新しく新書本を出しましょうって言われて、それで今度これを出すことになったんですよね。この片岡力さんっていう人がやっぱり片岡さんと出会ったことが私はすごく、私ね
また書くとは思ってもいなかったんですよ。でも片岡さんのその思いの深さっていうか力のある方でしたのでね、すごく私はね、もう片岡さんと共著と言っていてくらい本当にね、片岡さんが、ものすごくアドバイスしてくださって、3倍ぐらいに中身が増えましたね。さて、福田村事件はどんな事件か、もうね、皆さん散々、映画はどれぐらいの方が見てくださいました？ああ、すごい。もうなんか言わないでいいよ、なんか。そうですね、ありがとうございます。でね、もう本当にね、ほぼご存知だと思いますけども、震災から5日目の6日に、遠く離れたね、香川県から、行商に15人で、もう本当にちっちゃな子供も連れて、妊婦もいましたし、足の悪い人もいましたしね、そういう人たちが、野田に、行商に来てる時に、現在の野田市三つ堀で、住民らに殺害されるすごくこう痛ましい事件ですよね。で、被害者の中には2歳、4歳、6歳からの妊婦も含まれていましたし、で、犯人として検挙されたのは福田村4人、旧田中村、今の柏市ですね、4人、8人が検挙されています。で、もうだから、正確に言うと福田村、田中村事件ということになります。たまたまね、事件現場が福田村だったので、普通福田村事件と言われております。そして、どうしてこんなね、むごいことが起こったのかということで、皆さんの資料をちょっとお配りしたと思いますけど、朝鮮との深いつながりっていうのがありましたよね。だから朝鮮半島と日本っていうのは本当にもう秀吉とか文禄の役とかあの辺りから深いつながりがあるわけですよね。そして日本は1910年、明治43年に朝鮮半島を併合して植民地にしましたね。そしてその植民地から9年後に朝鮮半島でね、200万人という激しい、そこ資料にも書いてたと思いますけど、独立運動が起こるんですよね。そして、その独立運動に参加した人が200万人、それから死亡者が7500人、それから負傷者が1万6000人、それから4万6000人も検挙されたわけですね。だから、そしてこのようにね、激しく抵抗する朝鮮人を不貞戦人、つまり言うことを聞かない奴らっていうことで、その不貞戦人っていう言葉がもうすごい差別用語ですよね。不貞って言うと言うこと聞かない奴らっていうことでしょ。戦人っていう言葉もすごい差別用語ですよね。だからそのあまりにも激しいその抵抗運動があったので、日本政府としてはね、もうずっとそれから怯えなきゃいけなくなってしまったんですね。緊張状態になって、で、その国がそういう状態だものだから、その国民の間にもね、朝鮮人への差別と恐怖心がどんどん植え付けられていたわけですね。
もう私らの子供の頃もね、思い出すとね、あの大人たちがね、すごくその朝鮮の人たちをなんかバカにしたりね、汚いものの代名詞みたいに言ってたような記憶がありますね。明らかに差別してました。その緊張状態の中にマグニチュード 7.9 という大地震が起こるわけですよね。そしてそこに朝鮮人が井戸に毒を入れたとか火をつけたなどのこう根も葉もないデマが飛び交いました。でこのその混乱の中にね、朝鮮人が何をしでかすかわからないということで、内務省はですね、デマをご丁寧に全国にこう打電するわけですね。だから内務省からの電報なので、みんなもやっぱり信じるわけですよね。そして各市町村で消防団や青年団で自警団っていうのをね、組織して、村々を警戒に当たりますね。そして、怪しいと見るとあいうえを言ってみろとか、国歌を歌ってみろとか言ってね、朝鮮人か日本人か識別するのにね、もう血まなくなるわけですね。で、坪井茂吉さんですかね、その十五円武士戦って言ってみろって言われてるところに、その詩人の彼が出会って、それをね、長いその十五円武士戦っていう長い詩に書いてますね。それを読むと本当にこう胸が詰まる思いがしますね。それだけ みんなこう朝鮮人をこう殺さなきゃっていう血まなこになったわけですね。そして2日にね、戒厳令が敷かれて、戒厳令が出ると軍隊も出動するわけですよね。そしてその軍人が出動して時の体験をね書いてるんですけれど、その朝鮮人をね血祭りにあげて、その周辺に見てる人たちから気せずしてね、万歳って言ってね、その歓喜の声が上がったって言うんですよね。その人を殺して万歳っていうその心境がもうちょっと考えられないんですけど、当時はそれがもうやっぱ朝鮮人を殺すことはとても素晴らしいことだって、素晴らしいことをやったって書いてるんですよね。もう本当に驚くことばかりです。それで在日の研究者の方だったと思いますけど、その当時のね朝鮮人の命は羽毛のように軽かった、もうそれぐらいね、羽毛っていうのはねあれですよね、お布団の中に入ってる軽い軽い羽毛のように軽かったってね表現する人もいます。福田村事件は日本人が殺されたわけですけれど、これはですね、朝鮮人虐殺の、余波、つまり巻き添えで起こった事件だと私は思います。で、行商人以降は福田村の私場から利根川を渡って守谷に行こうとしていたんですね。で、私はの船頭と渡し方について
交渉しているうちに三国弁をしゃべる彼らに、お前らのことはどうも変だな、朝鮮人じゃないかって言いがかりをつけることから始まります。そして先導をお寺の鐘をついたわけですよね。そうしたらもう、村人とかが文化のごとく集まったといいます。13歳でね、生き残った人の表現だと2000人ぐらい来たっていうんですよ。だから少年にとっては ものすごく来たっていうイメージだったんだと思うんですね。そしてその彼らの15人はね、私らは日本人だってもう100万件尽くしていろいろお経をあげてみたり、天皇陛下様 の歴代の天皇陛下 の、まあ、映画にもちょっと出てきますけど、まあ、いろんなことを言わされて、それを尽くして、そして基本書 の観察っていうんですかね、許可書みたいなのもちゃんと持っていたにもかかわらず殺されてしまいます。で、映画の中にもね、この人たちは日本人だと言ってくれる人もいたんですが、その観察を本物かどうか本書で聞いてくるって言って巡査の方がその観察を持ってそこの席を外している間に、もうこの群衆心理はね、もうお国のためにね、朝鮮人を殺さねばっていうね、もう興奮状態が歯止めが効かなくなったんですね。それでたあともうね、聞きに行ってる間に9人がちょっと命の分かれ目っていうのは、カトリ神社の境内の中の鳥居のところに、6人が座って休憩したんですね。旅館を朝早く出て10時頃どうも香取神社にたどり着いたらしいんですね。そこから利根川を渡って守谷に行きたかったんですね。で9人が、鳥居の手前、50メートルか70メートルぐらいありますかね、あそこでお店の前で子供連れとか9人が休んでたわけですね。そして鳥居のところに6人が休んでて、で、お店の前で休んでた9人が結局殺されてしまったんですよね。そこでこう私がね、どうしてその9人が殺されて6人が助かったのか、その命の分かれ目ですよね。その辺がまだ十分解明私はできないんですけれど、やっぱりお店の前に親子連れはそのちっちゃな子供やら連れてたので、素早く逃げたり動けないっていうこともあったのかなって考えたりしています。それから犠牲者になったのが一番大きな問題ですけど、香川県のね、久比口部落の出身者だったんですね、この方たちが。で、この事件が長いことね、表沙汰にならなかった理由の一つが、やっぱりその部落っていうことが、犠牲者たちも香川県に帰った時に、生きて帰った人たちが
このことをほとんど表沙汰にしなかったんですね。だからこの長く表沙汰にならなかった理由もこの辺りにもあったのではないかと思われます。ですからこの事件っていうのはそうですね、民族差別、職業差別、ブラック差別という、 こう根深い問題をはらんだ事件だということがその映画にもねよく描かれております。差別の根はね、誰の中にもあります。人よりも上に立ちたい、あいつよりは俺の方がっていうような、そういうね、気持ちは誰にもありがちですけれども、その気持ちがね醜く膨張するとヘイトスピーチのような差別行動につながり、やがて戦争にもつながります。戦争こそはね人権無視の極みだと思います。たった一つしかない命をね奪いますからね。寂聴さんがよく言われてましたが、戦争っていうのは結局は殺し合いだって言ってですね。だから私の中ではね、この武器っていうのはね人殺しの道具としか思えません。たとえ戦死しなくても、私の父のように PTSD となって人生を狂わせてしまいます。本当に私の父はね亡くなるまで酒をあげるように飲んでね、とても、厄介な父でした。母もすごい苦労しました。でもその父も今思うと反面教師となって、私たち兄弟全員をね見事な戦争嫌いの子供に育て上げました。差別をしないためにはやっぱりね強い自制心と学習しかないと思います。ネットの中で井戸に毒など無知な書き込みをする者が今もいます。ネットで人を殺すことができる恐ろしい時代が来ました。どうしてねこのような、はい、わかる、あと1分だそうです。じゃあちょっと省略してさっきの都知事のこととか全部言ってくださったので、まずねやっぱり活字でね記録しておくことが大切です。記録がなかった、記録がないとねこういうふうに書いとかないとなかったことにされたりねじ曲げられたりしますので、何の記録もなかった野田氏に対して2013年せめて指示に記録してほしいと市長さんに、資料の中にあると思いますが手紙で要望しました。2020年にようやく野田氏に刻まれました。とても丁寧な返事をいただいたんですが、本当に言えばね100年後じゃなくて今年100年後じゃなくてその時点でね機会で取り上げて欲しかったなと思います。この初版を出した時に香川の人からね利根川をさまよっていた10人の霊がようやく成仏できましたとお礼を言っていただいて書いてよかったと思います。これから私はもう年取ってますので、若い皆様方にねこの事件をちゃんとね語り継いでいただきたいと思います。終わります。辻野さん、素晴らしいご講演ありがとうございました。それではですね引き続きまして、近隣市の状況についてということで、まずはじめに、松戸市の工藤鈴子、市議なんですが、残念ながらちょっとコロナにかかってしまいまして、報告を、増田香織市議、同じく実行委員のですね増田香織市議からお願いいたします。
様こんにちは。今日は本当は私の同じ会派の工藤鈴子議員がこの報告をする予定だったんですけど、ちょっとコロナにかかってしまってどうしても今日は来れないということで、代わりに、軽くですけど報告させていただきます。福田村事件に学ぶという一番最初のこの、ご参加の皆様へというのが工藤鈴子議員からの報告になるんですね。で、後で全部読んでいただければと思うんですけれども、工藤さんが9月議会でまず質問をして、で市長のその受け止めを聞いたんですけれども、その時は市長は答えず、なんていうか記述していることは承知していると、そういうわりかしあっさりした答弁だったということなんですよね。それで12月にもさらに工藤鈴子議員がもう一回聞きたいということでかなり粘って返事をもらったという経緯があったんですけれども、その表紙に書いてあるところ、今のご講演でねほとんど分かりましたけれども、大地震の当時の混乱の中で不逞鮮人が井戸に毒を入れている、火をつけているといった流言飛語が広まって各地で自警団が結成された、それが本当はその法的なところが関わっているんだけれども、それを今国は認めていないという状況なんですよね。で、松戸市においても同様に虐殺事件があったということが分かって、裏目のところ2枚目のところですけれども、ここが本当に私たち市議会議員としては非常に関わったところで、まず市長に今後の人権政策に関わる大事な問題だと考えてどういうふうに受け止めているかと尋ねたんだけれども、市長の答弁に立つことはなかったと。で総務部長の答弁も、最初は松戸市史に記載になることは承知している、今後も人権啓発にと努めますという非常に素っ気ないもの で一方で近隣 の自治体を見ると野田市とか柏市流山市においては、きちんと哀悼の一歩を表しているので、もう一回聞きたいということで、かなり食い下がってというかね粘ってました。それで、やっと市長が答弁に立って、当時は混乱震災の混乱の中にあったとはいえ、いかなる理由であれ奪われて良い命があるはずがありません、民族差別やヘイトスピーチについてもあってはならないことである、関東大震災等の歴史の教訓を生かし、今後とも一人一人の人権を尊重する社会の構築を目指し、人権啓発に努めてまいりたいと、やっと答弁を引き出せたということですね。で、工藤さんはずっと朝鮮人虐殺のこの問題にはずっと関わっておられて、で下の方に書いてあるところですけど、船橋孫明霊園の追悼式で心に残る言葉がある、国を奪われ生まれ馴染んだ故郷を離れ、あらゆる民族差別と朝鮮人蔑視の中で険しい、強制労働で馬や牛や馬のように苦役に苦しめられた同胞らがなぜこのように殺されなければならなかったのでしょうか。私たちはあまりにも恨めしく、あまりにも悔しく、亡くなった同胞らの怨恨を100年1000年が過ぎても永遠に忘れることができませんという言葉が心に残っているということが書いてあります。本当に差別、私も福田村 の映画を見ましたけど、事件を見ましたけど、やっぱりあの時に合口で殺したその人はもしかしたら私だったかもしれないと、そういうふうにやっぱり思いますよね。そう思ってないと歴史というのはやっぱり繰り返すんじゃないかなと思います。だから過去を知るということは未来を作ることなんじゃないかと思います。だから市議会議員としては、私たち被害人としてはこのことを忘れないようにね、やっぱり繰り返し繰り返し何らかの形で皆さんに投げかけていけたらなと考えているところです。はい、以上です。はい、工藤さん、松田さん、ありがとうございました。この議会のやり取りは全て議事録ネットでも見られますので、ぜひ、そちらの方も参考になさってください。ありがとうございました。続きまして、流山市議会議員の阿部春正さん、阿部さんも議会でたびたびこの問題を取り上げていますので、よろしくお願いします。はい、流山の市議会議員の阿部春正です。
直座でご報告をさせていただきます。すみません。はい、流れ山の場合はですね、9月の6日の、定例流れ山市議会、ここで一般質問をさせていただきました。で、流れ山では今日のタイトルは、福田村事件ということなんですけれども、もう最初からやはり関東大震災下で起きた朝鮮人中国人の虐殺問題ということで、質問をつけました。というのは流れ山で、私たちが住んでいる流れ山で、市長や市議会や流れ山市民が関係あるのは流れ山だからということでね、流れ山でも朝鮮人が殺されているじゃないかということで、この問題について市長は、私たち市民はどういうふうに受け止めるべきかという、そういう問題意識でのご質問をさせていただいています。で、やっぱりこの問題っていうのは、先ほど辻野さんもおっしゃったように、間違われて巻き添えで殺された人の問題も、これ大変深刻な問題なんですけれども、やはりこの問題の核心っていうのは、核の部分っていうのは、朝鮮人が6000人以上、わずか3行かの間にね、殺された、こういうところにあるんじゃないかということで、質問をしたわけですね。で、皆さんがお持ちの、ブルーの資料の最終ページに、私の、その質問の用紙とかね、あと市長の答弁の用紙なんか書いてるんですけれども、それを見ながらちょっとお聞きいただければと思います。議会質問の第一のポイントはですね、紙にも書いておりますように、100年前に関東一円、あるいは千葉県下、そして流れ山で起きた、この虐殺事件、真相究明が必要じゃないか、あるいはもちろん謝罪とかね、追悼も必要じゃないかということで質問をしました。で、伊崎市長の答弁はですね、流言飛語が広まり、多くの方が虐殺されたことは、歴史的な事実として認識しています。で、この教訓は長く後世に伝え、二度と同じことが起きないように努めていくことが求められています。で、流山町での朝鮮人殺害事件は、市民が情報収集や取材聞き取りを行うなど、記録の編纂に尽力をしていることに深く感謝します。ここで市民って言われているのは、辻野八重さんたち、流れ山の、歴史の研究をね、ずっと本当10年、20年かけて行ってきた、そういう市民の皆さんのことです。で、こういう辻野さんたちが行ってきた歴史の事実を掘り起こす、こういう活動っていうのは、人権、命の大切さについて考える機会となり、非常に重要です。で、12月には流れ山市で虐殺事件をテーマにしたね、でそういう人権講演会を予定している、こういう答弁がありました。で、この12月の人権集会というのは、実際にもうすでに開催されて400人弱の人たちが参加をして、流れ山では人権テーマにしたいろんな集会フェスティバルをやってるんですけども、これまでで一番多くの参加者が得られた、そういう場になりました。伊崎市長のこの答弁というのは、私は非常に画期的な答弁だったと思っています。これまでのどの自治体の首長さんの答弁よりもね、踏み込んだ答弁をいただけたと思っています。しかし私は、本当に一般質問で明らかにしたかったことは、ここにとどまるのではなくって、その時にさらに、いわゆる流言飛語って言われているものがね、一体その出どころが本当はどこだったのか、これももう歴史的な事実としては明らかにされているんですけれども、当時の内務省警護局が船橋電信所を使って全国に朝鮮人が挑みに解く、で爆弾処理投擲、そういうことをやってるっていうね、だから警戒必要、対処せよっていう、そういう電信も流してるんですけれども、ここが大きな紐元じゃないかということも、ね、市長に確認しました。で、伊崎市長は答弁でですね、こういうふうに答えたんですね。国が誤った情報を意図的に発信し露呈させたことは歴史的な事実として認識しております。これも第一の質問への答弁もそうですけれども、非常に私は画期的な重要な答弁だったと思っています。というのはですね、なぜ日本の政府があえてこのようなデマをルフしたのか、そ
そういうことをこう考えることによってこそですね、あの朝鮮人虐殺問題のこう本質が見えてくるんじゃないかと私は思っていたからです。まあ、つまりあの朝鮮人へのこう差別や偏見やそしてこう恐れが、ね、あったということなんですけれども、なぜそうい う, こう恐れが生じたかといったら、背景にはやはりこう日本が朝鮮や中国に対して行ってきた、まあ、侵略行為ですよね。そういう侵略行為 の, あの積み重ねの中で、やはりいつか朝鮮の人たちが自己主張をし始めるんじゃないか、恐れる必要はないんですけれども、それを認めてあげればいいんですけれども、そのことに恐怖感を持って、まあ、この関東大震災、最新災害の虐殺事件が起こる前ですけれども、むしろそれ以前から朝鮮半島や中国なんかで、あのアジアの人々に対する偏見や差別や恐怖心というね、そういうものをこう振りまいてきた、まあ、そういうことがこう浮き彫りになってくるんじゃないかということで、私はこの第2問目の質問、それへの小泉市長の答弁が、あの9月6日の質問の答弁の中では一番重要なあの出来事だったんじゃないのかなというふうに考えています。で、今あの私たちの目の前であのパレスチナの問題が起きているんですけれども、イスラエルの当局がパレスチナの人たちをどういうふうに呼んでいるかって言ったら、あいつらはあの人間の姿をした獣だっていうふうにね、ヒューマン、あの人間獣だっていうふうに呼んでるんですよね。まあ、だからいくら何万人殺しても心の痛みを感じなくていいんですよってことですよね。まあ、そういうことがやっぱり当時の日本の支配層の中に、国民に対するまあ強化とか、そういう戦争の中に舞い込んでいくっていうね、そういうこととして行われてきたんじゃないか、まあ、そういうことも含めてあのこの関東大震災で起きた問題を改めてしっかり受け止め直していく、考え直していくことが今問われているんじゃないかと思っています。まあ、そういう観点から私たちはこの統括の地域で起きた、まあ、流れまでも起きたし、この舛添では7人の朝鮮の人たちが虐殺されてますよね。安倍子でも起きている。こういう問題をさらにしっかりと調査をして、事実を明らかにして継承をしていく。あの次のさんおっしゃったように、流れまでも慰霊碑が民間の志ある人によってね、建てられました。そういう物質的なこの根拠というか証拠が残ると、毎年そこにあの、お参りに行って、こういうことが起きたんだということを話をつないでくれる方がね、若い人たちの中にも出てくると思うので、こういうことも大事じゃないのかなって思っております。流れまでも松田の皆さんと一緒にあの協力しながらね、統括で起きた問題以上のことはなかなか難しいんですけれども、しっかり取り組んでいきたいと思っております。以上です。安倍さん、ありがとうございました。安倍さんは流れ山市議ということで、今回のこの講演にあたってですね、辻野さんとの連絡などをしていただきまして、最初から実行委員会の実行委員として関わっていただいています。はい、ありがとうございました。続きまして、最後にですね、習志野市の谷岡隆市議会議員の方からよろしくお願いいたします。習志野市の市議会議員をやっております谷岡と申します。私からはあの今年の9月に習志野市で行った習志野収容所騎兵連隊朝鮮人100年前何があったのかという追悼企画についてご報告したいと思います。着座にて、失礼します。まずですね、あの習志野市についてはまあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、あの毎年あの船橋の馬込霊園というところで、朝鮮人犠牲者追悼式というのが9月の頭に行われています。そこには船橋市長、それから船橋市長と、それから習志野市長、八千代市長、市川市長、鎌ヶ谷市長から毎年弔電が送られています。まあ、これはなぜかと言いますと、あの船橋を中心に今東武野田線となっている線路、あれをこう当時関東大震災の時に作ってたわけですね。でそこに多くの朝鮮人労働者が出稼ぎで来ていた、その方々がもうたくさん殺されてしまったわけです。そういったことで船橋を中心に、毎年あの追悼式が
実行委員会形式ですけれども行われてきて、で、この習志野市の市長も一応毎年弔電は送ってきていました。ただこの習志野市で起きた虐殺というのは、実はその地震直後に起こった混乱の中で、こいつら暴動を起こしようとしているっていうことで殺されたというのではなく、その暴動が起きたとかね、騒いでいる、そういったことは嘘である、デマであるということがもうはっきりと分かった後になって、あの習志野にあった収容所に収容されていた朝鮮人を選んで連れ出して殺したというのが、実は習志野八千代で起こった虐殺だったんですね。で、この虐殺についてはその習志野収容所というのがあった北側に位置する今の八千代市の方では、あの慰霊碑が実は4つ市内にありまして、で、毎年追悼調査実行委員会の方々が中心になって、慰霊祭を行っています。地元の方も参加されています。ところが南側に位置する習志野市の方は、そういった追悼という名のついた企画というのは全く行われてきませんでした。それどころかほとんどの市民はそういった殺害、虐殺が起こったということを知らないままずっと今に至っているということです。で、それについてちょっと、それについて、このままでいいんだろうかということで集まったメンバーで実行委員会を作りまして、で、9月24日に開催しました。で、初めはもう本当に何人集まるんだろうかというように、ハラハラしていたんですが、朝日新聞でも大きく取り上げていただいたというところもあり、一応この中に入っている資料の方では100名以上と書いてあるんですが、これ消防法の関係で一応100名という建前にはなっているんですけど、多くの方が立ち見で参加されまして、ほぼ150名ぐらいの参加ということで、開催することができました。多くの方々にこう関心を持っていただけたということで、来年以降も同様の企画を続けられればなということは考えているところです。それでなぜ習志野市でこの虐殺が知られてこなかったのかなんですが、ちょっと間に入っている資料の方を見ていただきたいと思いますが、戦前の習志野というのは軍境と呼ばれていまして、陸軍の各種部隊がもう集まっていたわけです。で、そのうちの一つが高須庁舎という施設で、今習志野の空挺団とかが訓練をしている習志野演習場の周辺、あそこら辺はもう戦前から陸軍の演習場だったんですが、そこで演習をするために集まってくる部隊がの宿舎として、高津庁舎というのが置かれていました。で、その場所が日露戦争の直後にはロシア兵捕虜の捕虜収容所として使われ、第一次大戦直後にはドイツ兵捕虜の収容所として使われた。で、そのドイツ兵捕虜が、1920年に全員帰国をします。で、それから、たった3年後には関東大震災で習志野市戦人収容所というのが置かれ、いわゆるシナ人、中国人ですね、それから朝鮮人、その人たちをこう暴動とか虐殺から保護するためという名目で、そこに、4000人前後、地上によって人数違うんですけれども、収容されました。で、それはね、建前上は保護するためとされていまして、習志野市のホームページのこう市の歴史の年表を見ると、関東大震災陸軍高津庁舎に避難民収容と書かれています。ところが実際には追悼調査実行委員会の皆さんが調べたところでは、収容された人数とその後出てきた人数の差が300人も違いがあるということが分かりまして、で、300人が、いわゆる行方不明になっているということが分かりました。それがずっと知られないままになっていたんですが、ちょっと時間もあるんで端折っていきますと、
そのことを、その虐殺が習志野市内でもあった、収容所周辺であったということを最初に、見つけた、発掘をしてきたのが、習志野市立第七中学校の郷土史研究会という、まあ、郷土史クラブという言い方もするんですが、その文化祭での取り組みから始まっています。その中学生と顧問の先生であった大竹米子先生、まあ、この方がその後に調査、追悼調査実行委員会の中心メンバーになっていくんですが、その方々によって地元の方々の以前こう殺したというねことを聞いているというのが発掘をされるようになった。で、それがその後冊子になって、その後まあサークル活動とかで、広くこう取り組まれるようになって、証言集としていわれなく殺された人々という本がまとめられていきます。まあ、それがなぜ、まあ、習志野市内では、まあ、広がらなかったのかという点では、まあ、習志野っていうのはその後も陸軍の施設が残っていて、軍人やまたはその施設で働いている人がたくさんいたんですね。だから、まあ、それをやっぱり明らかにしたくないっていうのが残っていて、で言い伝えもあまり残ってこなかったし、慰霊碑なんかも作られずに来たということです。また私はこれを、まあ、知るようになってから、これでいいのかと思ったことがありまして、まあ、最近は習志野収容所にドイツ人がいたということで、日本で初めて大公演奏したのは習志野だったとか、習志野で初めてソーセージが作られたんだとか、そういう美談がずっと今宣伝されるようになっています。ところが、ドイツ人だと美談になって、朝鮮人や中国人だと殺しても構わない、まあ、そういったようになってしまう、または隠してしまおうというのは、これはおかしいのではないだろうかということで、まあ、この間実行委員会としても活動してきましたし、または市議会でも取り組みをしてきました。で、まあ、資料の方にまとめられてますので、後でご覧いただければと思うんですが、まあ、私としてはですね、これが、まあ、消されてしまう、歴史上からこう今の風潮の中消されてしまうということをとても恐れていまして、でなんとかね、永年保存されるような記録の仕方ができないだろうかということで、議会の中で、これまでの証言資料、まあ、一部ですけれども全てを読み上げて議会の会議録に残すという取り組みをしてきました。で、まあ、ただ、まあ、それだけでは、まあ、十分とは言えませんのでね、まあ、今後も取り組みを広げて、で、その過去の事実をですね、まあ、市民の皆さんにももっと多く広げて、そして、なぜこのようなことが起こったのか、まあ、現在の差別意識にもつながっているのではないか、まあ、そういったところをですね、しっかりと考えていけるようにしたいと思います。長くなってすいません。以上です。ありがとうございました。まあ、軍の町だったからこそ伝えられてこなかったという歴史、この歴史についてもきちんと知って、そして追悼などもしていきたいということですね。今年初めて習志野市で追悼集会も行われたということでした。ありがとうございました。それではですね、ただいまから、10分間の休憩に入ります。皆さんがいただいた質問でですね、特にまあ、内容が2回で多いかなとかいうようなものをちょっと少しピックアップしたので、代表的なものをいくつか質問させてください。まず1つ目ですね、辻野さんへの質問です。福田村事件の映画はほぼフィクションとのことでしたけれども、映画を見た方々に対して辻野さんから何か気をつけてほしいポイント、誤解などの恐れがあるなどのがありましたら教えてください。それと合わせてですね、野田に住んでて、もう40年になるんですけど、昔の話では福田村事件はブラック民が起こした事件だと事実をねじ曲げて伝えられたように思います。そういったこともね、こういったことを含めてですね、何か誤解がないように、そのフィクションで先ほどおっしゃったんですけども、その辺もし、お答えいただけると。そうですね、これは森監督、ドキュメンタリーばっかり作ってた森監督が今度は初めて劇映画に挑んだわけですけど、私はやっぱりね、日本として隠しておきたい負の歴史ですよね、こういうのはね。できればこう表沙汰にして、都知事も官房長官もあの態度ですけど、都合の悪い
歴史をね真っ向から取り上げた映画として私は評価してるんですけれども、あの中にねやっぱり、部落問題とかそれからハンセン病の人たちを描いた部分がありますよね。あの辺りがねどうもこうそれに対する今クレームとかもね来てるみたいですけれども、あれをやっぱり私はあの映画見た人たちのほとんど の感想はねとても感動して涙が出てよかったって言ってね、そのブラックの人、あれも見た人はねブラックの人に対する気持ちとかハンセン病に対する人たちの気持ちをね踏みにじるような描き方はして描き方はしてないと思うんですよね。私がですね森監督と池袋の純駆動本店でトークイベントに出たんですけど、その中に在日のね女性の方が参加してらして、そして質疑応答の時に手を挙げられたんですね。で手を挙げてマイク持って10秒以上言葉が出なかったんですよね。でみんなシーンと言葉を待ってたんですけど、こう込み上げる涙をね抑えながらねこういう映画を作ってくださってねすごくありがとうございましたって、その時に私はね在日の方の日常の息苦しさそういうのをすごく感じてね、この映画はそういう面でもちゃんと評価してほしいと思いますけれど、今いろいろねクレームも来ているのは私も知っております。それをね映画会社の渦野さんの方でいろいろ対処しているようでございますのでね、どういう結論になるか分かりませんけれど、皆さんが見てて逆に私は聞きたいんですけど、あの映画を見てねどういうふうに、むしろ私の耳に聞こえるのはいい映画で感動しました、よくぞああいう映画を作ってくれたっていう感想が多かったですね。以上ですけど、ありがとうございます。はい、ちょっと補足というか、僕は森監督のインタビューはネットで見たのことがあって、このことについて階段のところで針金で縛られてるところでブラック解放の文言を唱えたことところ以外はフィクションだと思ってみてくださいとおっしゃってたと思うんですけど、逆に僕はあの部分だけでもフィクションじゃないというだけでも結構衝撃だったんで、そういう見方もできるのかなというふうには思いました。はい、水平者の宣言、そうそう、あれを、ね、私もシナリオの段階で水平者宣言がなされたのは関東大震災 のほんの前年なんですよね。前年に言われたばかりの宣言を映画の中で貧しい人たちがねその暗唱できるほどこう浸透してたのかどうかって私は意見を申し上げたんですけど、やっぱりねあそこはやっぱりあれ見た人たちはあそこで涙を流した人が多いんですよ。結局ブラック問題を扱うにはやっぱり水平者宣言は外せなかったみたいですね。だからそうですよね。はい、ありがとうございます。ちょっと似た関連とか似てるような質問なんですが、日本の歴史を考えると不満や不安の吐き口をよりじゃ弱い者たちに向けるということが繰り返されてきたように思います。今日においてもその構図は変わっていない。辻野さんはこの事件の教訓を今日の社会にどう生かすべきと考えますか。また、これと似てです、事件の内容を理解したんですが、最終的にどのようにこれは解決というか、してきたのかという質問が来ています。ですね、私この本を今度出して見知らぬ人からたくさんお手紙いただきました。
その中にですね、その被害者のな、この9人の被害者にどのような保障がされたんですか、償いはどうされたんですかっていうね、質問が来たんですよね。だから保障とか多分何もね、あの時代してないと思うんですよね。裁判の記録を見てももう堂々とね、人殺しをしておきながら、お国のためにやったんだってこう堂々としてますもんね。だから、時代背景がもうやっぱりもともとそういう時代でしたのでね、そうですね、被害者そういう、私はやっぱり書くときに、あまりにもね、この方たちがその人生を閉ざされてしまったわけですから、もうひたすらね、鎮魂の思いでこの本を書きました。そして一人でもね、多く慰霊碑の前にね、行ってくださることが供養になると思いますのでね、立派な慰霊碑がありますので、皆さんはもう行かれた方も多いと思いますけれど、行ってくださいと申し上げたいです。次応答中なんですけども、事務連絡です。お車の移動お願いします。青の N ボックス、ナンバー1053、青の N ボックス1053の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではちょっとまた他違った角度からなんですが、今度はちょっと安倍さんたちにもちょっとお伺いしたいんですけども、行政は市議会で取り上げた時の、の対応が、どのようになっているんでしょうか。この問題を、積極的に扱わないというふうに、先ほど発表の中でもあったと思うんですけど、この辺りですね、どういうふうに、議会とかで扱ったり、行政は今後、どういうふうに扱っていくべき、どういうふうに反映させていったらいいのかっていうのを、ちょっともしご意見あればお聞かせいただきたいんですが。はい、行政がどう扱うべきか、どう取り組むべきかということなんですけれども、流れごと、先ほど報告いただいた別の自治体、対応がね、ちょっと違うようなんですけれども、流れは今のところは市長答弁を行ったばっかりで、それだけで、それ以降の対応っていうのはないんですね。で、私の方で次の段階ということで考えたのは、やっぱり次野さんたちが取り組んできた博物館とものを変える取り組んできた、で自分たちでこう編集してそういう書物にされてるんですけれども、こういうものをしっかりと市の出版物ね、市史とかいろいろありますから、そういうものの中でもしっかり書き込んでいくってことはね、やっぱり大事じゃないかと思ってます。それともう一つは、私はやっぱり慰霊碑のようなものを建てて、でそれを物質的な拠り所にして、これが失われないように記憶がずっと引き継がれていくようにって考えたんですけれども、次野さんから伺ったんですけどね、少し前に市民の方がね、ちっちゃな慰霊の供養塔みたいなものを作られたってことで、とりあえずは、そういうところに毎年1回みんなで集まる。ただ私はやっぱり行政にもそういう取り組みをやってほしいと思ってるんですよね。例えば流れ山であれば、もう江戸川のすぐそばの路上で惨殺されたわけですよね。でそのまま引きずられて、江戸川にこう投げ込まれて殺されたんですけれども、江戸川の土手あたりに公の責任でこう慰霊の施設みたいなものを作るべきじゃないかとも考えていました。実際それやるかどうかまだ分かりませんけれども、国土交通省の許可が、江戸川の土手を使うのが必要だということで、そのことも含めて取り組みをやっていこうかなと思ってます。それとイベントですね、災害流れ山は400人規模の、この朝鮮人虐殺問題をテーマにした人権フェスティバルをやってくれましたので、
そういうものを今回1回限りってことじゃなくって、規模が小さくなってもね、あのちゃんと、繰り返していくっていうことも大事なのじゃないかなと思っています。これはまあ私の側の目論みで、行政の側の取り組み、まあ、市民や議員がそういう声を上げていけば、あのこれで終わりってことにね、この答弁で終わりってことにはならないと思ってますので、辻野さんたちと一緒に取り組んでいければと思っています。よろしくお願いします。習志野市についてはですね、まあ、今ちょっとこう休み中に意見交換をして感じたのが、あの流山市とかあの松戸市というのは郷土資料館とか博物館にあたるものがきちんと設置されてるんですね。ところが習志野市は近隣市の中では唯一郷土資料館もなければ博物館もないという市なんですよ。ですから担当の社会教育課には学芸員が一人しかいないんですね。でその学芸員いつも何やってるかっていうと、埋蔵文化財の調査開発するためにはそれが必要ですから、そればっかりに追われていて、もうほとんど近現代史そのものがですね、ほとんどこう頭の中にないっていうような、まあ、状態です。ですからまずこう担当の社会教育障害学習の方にまず関心がないというのが、まあ、残念ながらその実態ですね。であとはこの地元の特に商店街の方々というのは、さっきちょっと触れましたけれども、あの捕虜収容所、習志野収容所といえばドイツ兵捕虜収容所だと、そこは不創政治発祥の地だと、大工が初めて歌われたか演奏されたところかもしれないということで、オーケストラの日とかそういうものは置かれているんですが、そこに朝鮮人や中国人も連れてこられていたということは一切語ろうとしない。でさらに言えば騎兵連隊、まあ、これもこう殺害に関わっているんですが、その騎兵連隊についてはこの間坂の上の雲が一時ブームになりましたね。あれで観光地にしようということで、騎兵連隊の美談ばっかりがこう勇猛果敢に戦ったっていうところばかりが強調されてしまっているというのが、まあ、実際です。ただその証言記録が残っているということと、あとその証言をした方々の中に、あの戦後自民党の市議会議員をやったとか、または県議会議員をやったという方、まあ、良心的な保守の方がこう喋ってくれてるんですよね。でそういったこともあったりで、事実として否定はできないと、否定はできないけれども進んでは関わろうとしたがらないっていうのが、まあ、現状です。まあ、そこをこうこちらでね、つっついてやっぱり忘れてはいけないことだっていう働きかけが今後も必要だと思っています。はい、ありがとうございます。あの松戸市でもですね、先ほど紹介したあったように、あの、まあ、市史にですね、事件があったこと自体は少し触れられているんですけれども、まあ、そういったあの記録にしっかり残していくっていうのも大事なことかなというふうに思います。あのもうすでに100年経ってますので、なかなかあの語ってこられこれあのいただける方というのはもう、ね、120とか130とかの年になっている方になっているので、なかなか新しい証言とかそういうものは出てこないかもしれませんが、今残っているものをちゃんとそういうところに残していくっていうのは、こういった機会を捉えて、それをあの皆さんに伝えていくっていうことは重要なのかなというふうに感じました。それでは次いきますか。もう、まあ、大丈夫、じゃあもう一つからいきましょうか。はい、辻野さんへの質問です。映画の中で辻野さんが一番共感したセリフ、また最も違和感を感じたセリフは何でしたか。また抜けているポイントと思われるようなところはなかったでしょうか。まあ、先ほどちょっと被るところもあるかもしれませんが、はい、すいません。抜けてるところはちょっと私からは、うん、私も4回ぐらい試写会含めると4回も見ましたけど、やっぱりこの中にも書きましたけれど、船頭が、船頭とあの行商の親方がこう嫌だそうとかありますよね。お前たちは朝鮮人じゃないか、いや私たちは日本人だと、それでこういろいろやり取りしてる時に、大体この人たちが日本人だよって言ってくれる人も結構いたわけですよね。それでその時に船頭が、お前たちはこの人たちを殺すと日本人を殺すことになるんだよって言うんですよね。そのセリフを聞いた
行商の親方もね、激しく叫ぶんですよね。朝鮮人なら殺してええんかって言うんですよね。私はあのセリフがもう一番ぐさっときましたね。本当にね、日本人を殺すことになるんだよって、日本人殺していけないけど朝鮮人なら殺してもいいっていう、そういう理屈になりますよね。だから朝鮮人であろうと被差別部落の人であろうと中国人であろうと殺していい命は一つもないと思うので、あの映画の中であそこが肝かなと私は思って、ああよくぞ言ってくれたと思いましたね。あのシナリオの段階でね、それ読んだ時に、ああここ瑛太さんがどういうふうに演じてくれるかなって楽しみだったんですよね。でやっぱり決めてくれましたね、バチッと。でまあ描き足りないとかそういうのは私は僭越で、ちょっとあの3人のね、監督との3人の、 あの脚本家はね全然違う土壌の人なんですよ。あの森監督はドキュメンタリーで本当にいい作品いっぱいで、3人はね若松組って言って、あのピンク映画を散々作ってきた人たちなんですよね。だから森さんはなんかインタビュー受けると、僕はあの中に入った転校生だっておっしゃってますので、なかなかねあの作る時にはものすごくお互いにね、あのカンカンガクガク大変だったと思います。森さんあんまりおっしゃらないけど、まあ、あの彼らがいたために、あのいい点もいっぱいありましたって、だからなんか言外にねすごい苦労したっていうことをおっしゃってますね。でもあの3人のアイデアはやっぱりすごいなと思いました。あの結局虐殺まで持っていくのにストーリーを作らなきゃいけないわけですよね。そのストーリーはあの3人が作ったわけですから、やっぱり脚本の力はすごいと思います。はい、ありがとうございました。で質問の最後なんですけれども、本日の参加者の、まあ、内訳ですね、市内、市外、県内、県外どうなってますかっていうのがあったので、まあ、ざっと計算しまして、松戸市が 76%、 野田市が 4%、 東京、柏が 3% で、流山、市川、茨城が大きいですけど 2% ずつ、あとその他っていう感じになっております。はい、よろしいですかね。それではですね、質問コーナーは以上に、なります。以上で終了とさせていただきます。で、そして最後のお話になりますけれども、千葉県における朝鮮人犠牲者の追悼調査実行委員会の取り組みについてということで、千葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼調査実行委員会の平方千代子さんから、ご報告ご挨拶いただきたいと思います。平方さん、前の方によろしいですか。はい、あの急に出てきて申し訳ありません。今日は本当にあの辻野さんありがとうございました。私ここへ来て、あ、よかったなと思ったのは、皆さんの集まりがとても多かったことなんですけども、実はいろんなことで思い出すことがたくさんあります。その中で時間は5分というふうに言われてますので、はい、もちろんいいんです。いくつか追加させていただきたい、お伝えしておきたいことだけあのお話しします。実はあの松戸の事件の中にいつもあの2箇所言われるんですね。満満寺の一つ、新作の一つ、実はもう一つあるんです。それは軍人が殺した、これをねどうしてもね載せないことが多いんですね。で軍人が一人ですけども、あのなぜかというと川沿いに来てますよね、軍人が全部ね、東京へ入り口全部固めてますから。その中で
その川沿いで軍人が朝鮮人を殺してるってのは多いんです。船橋の方にも市川の方にも。で松戸にもそれがあって、でなぜ私がそれにこだわるかっていうと、軍人がしたことだけは全部問われてないんです。だから例えばここでしたら福田村事件でしたら田中村で4人とかね、福田村で4人とか全員捕まえてないでしょ。代表的な人を捕まえて、しかも裁判にかけて懲役何年、執行猶予何年までやってるんですね。まあ御社で後で消えますけども、そういう事態に朝鮮人を川沿いで堂々と軍人が殺してる、それが何にも問われてない、むしろ軍隊の自治者のあれでは適当だったってなってるんですね。でこのことを忘れないで各地で調査されていくときに、でそうすると先ほどの習志野の問題にきっちりつながっていくわけですね。軍人がやったことは退役するときに口止めをしっかりしてますから、だから喋れない、あるいは後になってやっと喋れる。で私たちが調べていく中で、その軍人がやったことを口止めされただけではなくて、本当に何て言うんでしょうかね、最後のところは適当であったという文章を残して終わりにしています。でこれが今の日本の問題に大きくつながっているんじゃないかなっていうふうに思います。あとはですね、ちょっとだけ紹介させてください。私この問題に関わったの1974年なんですね。で78年に市民で団体グループ作りました。船橋とか習志野とか先ほどの八千代の人たちも、でずっと調べてきてコツコツやってきて、それがやっと言われなく殺された人々っていうのにまとめたのが1983年なんですね。で実はもうそれから随分経っているので、その間に韓国から観音寺っていうお寺に金が届いたりしていますし、それからここに埋まっているっていう場所何箇所かあるんですね。そのうち2箇所骨が出ました。八千代の方では川谷さんのところで3人、その人の見ていた人の話では埋めた時と同じに出てきたよって言われて、3人の骨を集めて取り上げて火を立てています。もう一箇所観音寺の裏では本当にそこで、さっき習志野のお話にありましたけども、取りに来いという命令が町役場から自警団に来るんです。そして自警団が軍隊の命令だから取りに行かなくちゃなんないんですね。取りに行ったら15人は出されるんです。そして15人をもらってきて各集落に3人ずつ分けてどうやって殺すか話し合うんです。その結果それぞれのところが殺して埋めてしまったという場所を1箇所だけ掘ることができまして、6人の遺体が出ています。そしてその日を立てて今慰霊祭をやってるんですけども、本当に映画の中でも本当にあったことって聞きたくなるようなことがいっぱいありましたけども、本当にあったんですね。でそれを忘れるわけにはいかないというのは、とても今私たちそれにこだわってますけども、そんな資料はないって言ってる人がいるんですね。そんな資料がないって私たちが、ね、素人の市民がね集まって探してもある見つかるものを責任ある人がねないと言って平気でテレビの前でいると、あそこまで行くと本当に無責任さは政治をやっちゃいけないなっていうふうに思います。でそんなことで今でも毎年慰霊祭をやって、今年も9月9日にいたしましたけども、ずっと続けています。でそういうふうなことを私たちがやんなくちゃなんないってことが問題だけども、でも私たちがやってきたことっていうのは無駄じゃないって思っています。今いろいろなところで始めてくださるっていう話があって、私も松戸に探しに来たことがあるんですね。船橋の方から
地図一つ持って資料持ってどこで殺されたんだろうって言ったのが万万寺行ってみた。しかも知ってる人いないから万万寺の境内で一生懸命回ってみたけど石は一つもなかったし、伺ったらあまり知らないとおっしゃったし、ということになるとやっぱり気がついた人が気になった人を調べていくしかないんですね。でやっと少しずつ出てきています。ですから今あちらこちらでお話しくださったの本当に嬉しいです。ぜひ続けていただきたいと思います。最後にごめんなさい、時間です。私がその福田村事件に関わったことが一番最初に、ね、辻野さんが話してくださったんだけども、実は電話でした。電話一本です。で私にかかってきた電話なんですけども、実は何とおっしゃったかというと、殺されたのは朝鮮人ばかりではありません、私の親戚が殺された。でその次があるんですね、利根川のそばだって聞いたけどもどこだか分かんない、だから私は上京するから案内してくれとしゃん。遺族の方がですよ、何人も子供も含めて殺されて、利根川の淵っていうのは生きて帰ってきた人から伝わってる。でも利根川ってあの大きい利根川なんか一体どこなの、それが分からずに、その理由は何としたかというと、ご家族の中で、殺された方のお母さんですがともかく利根川だけを頼りにして、昔ですからこう菊の花をいっぱい持って利根川のもっと下流だったらしいですね、そこに菊の花を投じて供養にいらしてた。はい、分かりました。で結局そういう時にね、上京されたんですよ。だから私たちも資料で一生懸命調べて利根川の淵三つ堀まで行きました。私もその時に初めてでした。やっぱり菊の花を投じて何とおっしゃったかというと、連れて帰ります、一緒に帰りましょう、香取神社にね座ってて、なぜこの神様の前で殺されなきゃならないんだというふうにこう嘆かれて、そして死ぬまで母親がそれを悔やんでた。でそのおばあちゃんにしてみれば、孫がね戦争に行く時はなんで親を取られてその後に孫まで戦争に取られなくちゃなんないんだ、その時のことはね忘れられないです私も。で本当にあのなんて言うでしょう、殺された人の家族の悔しさ、骨がない、そのお墓を建てて帰ってくるのを待っている、そんな場面を想像していただくと、あの私自身が増えてきたその気持ちが分かってもらえるかなと思います。どうもごめんなさい、時間を取ってしまいました。平方さん、ありがとうございました。50年近く調査をされて、そういった直接の遺族の方からの声も聞きながらですね、引き続き活動されていかれるということで、皆さんのご協力もお願いしたいということで、ご挨拶いただきました。ありがとうございました。それでは、最後にですね、工藤さん、今日残念ながら参加できなかったんですけど、もともと工藤さんの一般、質問からこれ始まりまして、で工藤さんたっての、要望でですね、実行委員会に関わった人を紹介してほしいと、実行委員を紹介してほしいという、お願いがありましたので、ちょっと読み上げますので、実行委員13名いらっしゃいます、ぜひ立っていただければと思います。あ、後ろ、あ、中に入ってきてください。で工藤鈴子さん、今から申し上げるのは皆松戸市議会議員です。で超党派です、はい、で山口雅子さん、で山中圭司さん、はい、湯浅彩さん、で、島村慎一さん、あと宇都野文之さん、デリさん、増田香織さん、岡本優子さん、戸張智子さん、で私新井和ですが、松戸市議で、あと流山市議の、安倍春正さん、はい、あとは、
市民の方の長谷川隆さん、恥ずかしがり屋なんで、というこの13名が実行委員として今回のこの講演に関わってくれました。皆さんありがとうございました。それでは最後にですね、終わりの挨拶ということで岡本裕子市議よりご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。本日はこんなたくさんの皆さんにお集まりいただきまして本当に誠にありがとうございました。資料の方はですね120部用意させていただいたんですけれども、全部なくなるという大盛況でございました。実行委員会一同御礼を申し上げます。ありがとうございました。また一部見えにくい席であったりとか聞こえない席であった方々の皆様には、心よりお詫びを申し上げます。私たち実行委員会は今日の講演会これで終わりではなく、先ほどの平方さんからのお話がありましたように、気になった人そして気にかけた人が少しずつでもいいから調べていかなきゃならないんだなっていうことを改めて実感をしておるところでございます。これからも実行委員会とそして今日集まっていただきました市民の皆さんとともに福田村事件そして朝鮮人惨殺、それだけではありませんよね、全ての人権に関わる問題、差別はいけないということを松戸市を挙げて皆さんと声を上げていきたいと思っております。この今回の福田村事件の辻野弥生さんの本のですね87ページに当時の馬鹿村のことが掲載されております。ぜひ皆さん読んでいただきまして、はい、Amazon とか本屋さんでも売ってますので、今日は完売してしまったんですけれども、ぜひ松戸市民として一緒に考えていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。すみません、ほんのことですけど、もし欲しい方はまた今日足りなかったんですよね。直接住所を書いていただければ私の方から送って差し上げてもいいんですけど、三里出ではですね全員欲しい方の住所を書いてもらって後でお送りしたんですよね。そういうこともできますから、Amazon でお買いになるのもありがたいですけど、どちらでもいいです。じゃあ必要辻野さんからという方は後で受付の方でおっしゃっていただければと思います。サインもサイン入りで、はい、サイン入りということですので、はい、それでは辻野さんそして市議の皆さんも、ありがとうございました。今日は、はい、これをもちまして終了いたします。ありがとうございました。